皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。創作欲チャンネル、動画のご視聴ありがとうございます。今日はですね、ちょっとお知らせがございます。はい。この創作欲チャンネルなんですけれども、ついに、チャンネル登録者数1000人を達成することができました。はい、ありがとうございます。はい。これもですね、ひとえに、このチャンネルの動画を見てくださった方々、それから、いいねボタンを押してくださった方々、そして、チャンネル登録をしてくださった方々のおかげだと思っております。本当にありがとうございます。で、まあ、このチャンネルはですね、2018年の1月の4日に開設しまして、2022年の3月の、多分1日から2日にかけての5日はまあ5000人超えたのかなっていう感じなんですけど、まあそれっていうのは、まあ、その超えた瞬間を見たわけじゃなくて、まあ、朝起きてこう数をチェックしたら、まあ、超えてたということなんで、まあ、気がついた時にはね、1001になっておりました。はい。で、まあチャンネル開設から4年で1000人というのは、まあ正直なところ自分の中では、まあちょっと時間がまあかかっちゃったかなという感じはあるんですけれども、まあ自分のまあチャンネルの動画はですね、やっぱりちょっとマニアックなものが多くて、まあちょっと万人受けするものではないかなと思うんですけども、まあメインコンテンツが、まあジャンク品の修理動画、それから化石の発掘動画になってますんで、まあ、ちょっとね、見る人が限られてしまうかなというところはあるんですけれども、まあ、とにかく MC がこんな顔でやってますから、まあ、お世辞にもこうね、爽やかなキャラクターであるとは言い難いところがあるわけですけれども、さらにまあこう滑舌があまりよろしくないので、まあ、ちょっとね、聞き取りにくいということで、まあ、コメントで若干ね、ご指摘を受けるところもあるわけなんですけれども、まあ、ちょっとね、そういう聞き取りにくい点はね、極力直そうとは思ってるんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、かれこれ40年、まあ、こんな感じで喋ってるので、まあ、なかなか直そうと思っても直らないんでね、まあ、その辺はちょっとね、ご容赦いただきたいところなんですけれども、まあ、お聞き嬉しいところとかはですね、まあ、極力編集で切ってはいるんですけれども、まあ、そこの喋りに関してはね、これからもっともっと良くなるようにしていきたいと思っております。はい。で、まあ、このチャンネルの今後についてなんですけれども、まあ、1000人超えたということで、まあ、収益化の権利を得たということで、まあ、早々に一応、チャンネル収益化の審査の申し込みをしまして、今日のですね、今日の朝方、メールが来まして、収益化の、審査が通りましたということで、はい、収益化が決まりました。はい、でこの、動画を撮っている時点ではですね、もう動画に広告が多分ついてるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今後ですね、このチャンネルについてまた何か動きがありましたら、別に動画を作ってお知らせしたいと思います。はい。で、まあ、今後ですけれどもね、まあ、今までやったことないこと、まあ、例えばライブ配信とか、そういったものをね、ちょっとやってみたいなとは思ってるんですけど、まずはですね、さらに皆さんにこうたくさん見ていただける動画をどんどん作っていきたいなと思っています。はい。というわけで今日はチャンネル登録者1000人超えましたというご報告でございました。はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。